特集は朝日新聞と HTV が来年の北海道命名150年の節目を前に企画したあなたと選ぶ重大ニュースです。今日はですね、北海道開拓市の一大事業ビール工場の建設がテーマです。札幌の発展の契機となったんですが、初めは東京に建設予定だったんです。この工場を札幌に作った一人の男の情熱に迫ります。ビールを飲めば笑顔になる。好きです。最高です。うまい。ビールを飲めば嫌なことだって忘れられる。日本人によるビールの歴史、それは札幌から始まりました。この人がいなければ今の札幌、北海道はまた違ったものになっていた可能性もあると。村橋久成、札幌ビールの前身札幌麦酒醸造所の建設責任者です。薩摩藩で島津家の分家に生まれた村橋は江戸時代にイギリスへ留学、弱冠23歳、近代化の最前線を目の当たりにしました。彼はその時に日本の遅れを痛切に感じて、非常にですね、ある意味焦りにも感じたものを抱いて日本に戻ってきた。その後29歳の時に同じ薩摩出身で開拓次官だった黒田清隆に誘われ、開拓市の管理になった村橋。与えられた仕事の一つが麦酒醸造所、ビール工場の建設でした。ビール工場は初め東京に作られる予定で準備が進められていました。しかしこの決定に村橋は異を唱えます。この東京でもってやってもね、何の意味があるんだろうと。北海道開拓のための役所だった。当然これは北海道に作って、で初めそこでもってね、北海道の産業を起こすんじゃないのかというような疑問がずっとあったわけです。村橋を半世紀以上にわたり研究してきた札幌在住の作家、田中和夫さんです。村橋は首を覚悟で上司である黒田清隆らにある提案を突きつけたといいます。北海道は建築のための木材も豊富で気候も適している。来年の春より北海道に建設すべきだ。村橋の熱意に押され、黒田らは札幌での建設を決断。1876年に開業を迎えました。彼で、ね、言えなかったらね、あの札幌ビールというのは、ね、できてなかったね。一つの工場をつければね、いろんな、ね、波及効果が出るということを彼は、ね、考えたわけです。ここから北海道全土にその近代化というものが広がっていくだろうと。村橋の狙い通り、札幌は発展を遂げていきます。農場が広がり、数年後には鉄道も走り、雇用が生まれ人口も増えていきました。建設の翌年には試作品を東京の政府高官らへ届けることに。しかしこの時ハプニングが起こります。コルクの取り付け方が不十分でビールが溢れ出してしまいます。輸送中に瓶から流れ出て東京へ到着し、高官らの手元に届いた頃には一滴もありませんでした。上司の黒田清隆のメンツは丸つぶれ。すぐに電報を送り大激怒したといいます。吹き出し一滴も残りなし。村橋へ伝達、注意させよ。コルクの問題は留め金をつけるなど改良、紆余曲折を経てついに出荷を迎えます。そのラベルには
旧道庁赤レンガ庁舎などでもおなじみ、五稜星がデザインされました。開拓士たちが北を目指してきたシンボルとしての北極星、これを村橋さなりが、ビールのデザインにも採用したというふうに聞いております。ビールは当時1本16銭、かけそば20杯分という高価な品でしたが、評判は上がり、東京では売り切れになるほど。工場も増築し、生産高は4年で2倍となりました。しかしその頃、ビール工場をはじめとした開拓士の施設を格安で民間に払い下げようという動きが起きます。開拓士勧誘物払い下げ事件です。政治的な思惑が渦巻く中、村橋は開拓士を突然辞職、忽然と姿を消してしまいます。開拓士を、ね、こう私物化しようとする気持ちがないと、ね、彼はそういったところに、ね、仲間たちに、ね、不満というか絶望があったと思うんですよ。かつてのエリート官僚は放浪の旅に出て、歴史の表舞台から姿を消します。そして11年後、神戸の路上で生き倒れ、その生涯に幕を閉じます。駆けつけた警察官に素性を明かさなかったといいます。意地っていうかさ、ね、開拓者辞めた時の、ね、気持ち、自分なりの道ね、あれは良かった、正しかったんだと、ね、そういうような思いでもってね、ずっといたから、自分のね、そのことも何にも喋らないで、ただ名前だけ喋って。村橋さなりに乾杯！乾杯！ビールの生産量は今国内全体で、村橋がビール作りを始めた年の30万杯に上ります。醸造所の札幌での建設にこだわった村橋、彼の存在が北海道の産業発展の礎になりました。うまい最高